ここにある黄色と黒で書かれた部分の書き方を説明していきます。先にこちらの2022の部分なんですけれども、このような紙を くり抜いたものを使って色をつけています。色のつけ方はこちらの虎の顔の動画で説明しているので確認してください。またここの動画ではゴシック体のここの書き方は省略しますので、ゴシック体に興味がある方はカリグラフィーパラダイスをご覧になってください。では使う道具の説明です。アルコールタイプのイラストマーカーを使います。アルコールマーカーとも呼ばれてるみたいですが、こちらがダイソーで、実際にはこのクリアブレンダーという色をぼかせるものと一緒に2本で100円です。こちらはセリアでこの組み合わせで売られています。ダイソーにももちろん黄色は売ってるんですけれども、各教室で説明してる間にもうちょっと色が出なくなったので、ここではセリアの黄色を使ってみます。ちなみにダイソーの黄色はこちらの色と組み合わせて売られています。またアルコールタイプのマーカーは裏が色が抜けるので、必ず何かいらない紙を下に引いてください。紙は黒木帳からちぎって使いました。薄くて丈夫で、そして書きやすいです。はがきに直接書きたいところですが、裏まで写っちゃって宛名面が読みづらくなりますので、紙を貼り合わせて仕上げています。貼るときは配達の時を考えて剥がれないように両面テープで貼り合わせて、縁はしっかりスティックのりで留めることをおすすめします。ではこちらの2022から書いていきます。黄色のブロードの方を使います。この平らな面を両端しっかり当てて2を書きます。この横線に合わせて0は小さめでいいです。2、そしてもう一つ2ですね。最後ちょっと虎の尻尾に見立てて下に向かいます。次に黒のブラッシュの方を使います。3つぐらいずつでいいので、右側に横にちょんちょんと模様をつけて、尻尾のところは適当にいくつか入れてあげてください。この模様はもっと入れてもいいんですけれども、うるさくならないようにこの程度にしました。でこちらのサンプルのようにゲルペンでささっと字を書くと雰囲気が出ます。私はシグノのスパークリングピンクを使いました。ガイドラインは引かなくていいので、この上にすぐ書けます。ふわっ
と書いてあげてください。こんな感じです。次にこちらの虎の背中に入ります。黄色はやはりブロード面を使います。まん丸く頭を描いて、耳も丸く、体はドロップ型に描いて塗りつぶします。ここが長くなるとちょっと大人っぽくなると思うので、家族分描きたい時などはここのサイズを気をつけてあげてください。で、尻尾を描いてあげます。またこちらのブラッシュの方を使います。縦は気をつけて、下に行くほど細くなるように意識してください。背中のところに引けたら、あとは適当に横にちょんちょんと模様を入れていきます。尻尾もですね。こちらで出来上がりです。このような年賀状だけじゃなくて、三つ折りにしてちょっと折り返してあげれば、箸袋としても可愛く作れます。